えー、パンダウサギさんどうもです。カブくんこんばんは。パンダウサギです。えー、ロンバルディア杯、ユマチ優勝おめでとうございます。フリーロックプログラムはショートに比べて印象的なフリースではないんだけど、さすがユマチ見せてくれました。まだまだこれからレベルアップしていくだろうから、本当に今季は日本人選手たちは、えー、熾烈な戦いになりそうですね。2位は、えー、ニカエガーゼくん、時や。うん。 なんかこの頃、ジョージアの選手の、えー、活躍は目立っていますよね、えー。ペアやアイスタンスの選手も活躍しているし、オリンピックの団体戦でいいところに行けそうな気がします。 えー、日本もペアとアイスタンスの強化をスケレンにお願いしたいですね。吉田花ちゃんのフリープログラムのツルのプログラム、私も好きです。花ちゃんはいつも個性的なプログラムですよね。滑りこなせる実力がある選手なんでしょうね。ショートも難しい曲調ですけど、花ちゃんならではっていう感じがあります。え次の試合も応援します。いよいよえ、次の次週はジュニアングランプリシリーズ大阪大会ですね。楽しみです。 はい、ありがとうございます。確かに、あの、花さんは、吉田花さんは、あの、難しいプログラム、あまり他の選手は使わない曲だったりとか、あの、そういった曲を使ってること結構多いですね。うん。見れば見るほど、あの、魅力が増すというか、うん。そして、ジョージアの選手、確かにその通りだと思います。で、あの、このイカーゼ君は、おそらく 4, 4回転とか飛んでくる選手ですよね。 確か。うん。そうだ、あ、思い出しました、確かに。うん。ちょっと僕まだ見てないんで、あれなんですが、鍵山くん優勝ということらしいですね。うん。えー、これもちょっと今日見れるか分かんないですが、見ていきたいと思います。で、多分おそらく、レイン・イン・ユア・アイだったかな。確か。うん。レイン・イン・ユア・ブラック・アイだったかな。 うん、このプログラム特に中盤あたりのこうたっ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 ていうところになってくるときに、あの隣のステップだったかな。表現力とかも含めてすごい。なんかあのドクドクこう。ゾクゾるものがあるんですよね。うん、ちょっとそこら辺も含めて確認していきたいと思います。うん。エッジゲムさんどうもです。かぶくんこんばんは。夜中に目が覚めちゃった。うん。これは度重なる。寝落ち。 なせる技かただいま午前2時過ぎです。えー、シュマくんがプリンスホテル、えー、所属になったのかの噂があるそうですが、私はそれはないと思います。うん。えー、シュマくんはトヨタ社員でもありますから、えー、所属はトヨタ自動車です。国内の練習拠点は中京大学だと、うん。本人も言ってると思いますよ。えー、所属先が複数あるなんてちょっと考えられないですと。うん。ということらしいですよ。 うんえー、そしてカブ君、かぶくん。ゆまのフリースケーティング、早くも動画アップされてます。えー、ネ,ネイティブマンさんのチャンネルです。す、う、さ、んえー、まじいです。これは彼はやるかもですよ。ゆまくんも何としても全日本王者を目指しているんでしょうから、今から年末が楽しみです。なるほど。うん、あの、これまた昨のした話になっちゃうんですけども、あの時は、あの、ジャンプが、まあ、4回転サルコーは降りたんですけど、 他のジャンプがミスがあったりとかしたんですが、特に体力とか、あの、最後足つっちゃってスピンができなかったりだったんですが、そういったところも含めて、かなり進化してる感じでしょうかね。うん。あ、ちょっと見てみます。うん。あ、すごい、鍵山くん。鳥肌でしたと。マントマンクレヨンさんどうもです。え、凄す,すぎて鳥肌でした。え、こんなことを私が言うのもおかしいかもしれませんが、一つ心配なのは、 今回はクワードは4回転サルコー1本で、あとはミスによって4回転トーループの3連が入りませんでした。なるほど。うん。えここにクワードがさらに加わると、えー、スピードステップあ、スピン、ステップなどに、うん、影響が起きないか。かなり体力消耗すると思うんですが、え今年は4回転サルコーと4回転トールだけで行くことにしても、きつそうと。うん。なるほどですね。 今回のジャンプは4回転と3連入んなかったと。うん。他のトリプルアクセルとか決まったんでしょうかね。トリプルアクセルがちょっと悩んでた感じもあったんで、それが決まってきてるという、なると結構嬉しいんですけどもね。あの、4回転フリップだったかなのジャンルッツかなフリップかなもう、最近練習で降りてきていて、あの結構、あの、練習本番で今年は入れた、入れないのかなうん。そう,そうそう。はい。ということで、なるほど。このプログラムは本当に、 すごい、えー、密なプログラムですからね。うん。え、千秋さんどうもです。かぶ君おはよう。千秋です。え、9月9日にカーニバルオンワイスにステファンと行部の出演が決まった。うん。すごいですね、これね。え、この前の YouTube のコラボのは、このための練習だったのかなうん。え、今期はしょうまくんの競技を見に行くのは無理だから、しょうまくんのフリーシンプルを 生で見たいのはもちろん、エステファン業務も見たい。えー、正幕出演決定した、えー、決定から、チケットの動向を見てるんだけど、なかなか変動はないね。うん。数ーって、すごく下がったら、早くに買った人はいそうだし、下がってほしいって気持ちももちろんあるし、あまり待ってて希望の席がなくなる可能性もあるし、うん。いつ購入するべきか、悩みどころなんだよね。えー、死の、しの後の言ってないで、 行くつもりなら買えっていう感じなんだけど。どうしよう。うん。まあ、あまり気にせずね。うん。なるほど。まあ、確かに買っ、早く、数買って下がったら、早く買っててかわいそう。ああ、でも他の買ったわけね。気を使うとかね。なるほど。うん。いや、もうこれはでも買うべきでしょ。うん。カーニバルの OS もあれかなやっぱり人気があるのかなうん。えー、カブ君えー、もう一つ。 私はあまりよく分からないんで、かぶくんやかぶともさんの詳しい方の意見をお聞きしたいと思ってコメントしますね。この間、X を見ていて、NHK 杯のアイスタンスの DBD、地元招待枠を毎度捨てまくるスケレンって、どうなの今年は12はどころか、12年までって言ってる人がいて。あー、なるほど、この辺はね、なるほど。さらには、NHK 杯の DBD 枠、なぜ保持しなかったのか、疑問が残る。 うん。ルール上 OK だから、他国はギリギリまで枠を保持しているという人もいて、え、うたさは、あの、タイミング的にギリギリでも、アズシンはいくら、あアズサちゃんが新人でも、ヨナスミが堂々と、えー、出られるんだから、え、ミニマムをオンライン審査すれば可能性あったんじゃないかな。うん。カホユーは今回、えー、海外のローカルケベックサマーに出場、123.80で、 ジュリアングランプリだと第1戦8位え、2戦だと9位の成績。ペアやアイスタンスの日本チームに必要なのは、国際大会に出る機会だったり、国際タッチのフィードバックじゃないのうん。確か、カナダイだって、次はコーチがデニス、テンメ、あ、テニステンメモリラムに、うん、出たらって言って、後からスケレンが OK して優勝だったよね。えカナダイが引退して、え小こ組だけでは皆なども絶望的だよ。 うん。エスケネンはどう考えてるんだろう。新カップルに、えー、育てて、あの、ミラノ五輪の代表候補にする気がするかな。えー、育てるならば、最重要枠、えー、重要3枠ある四大陸に向けて、えー、ここに出るためのミニマム取得の機会もたくさん作らないとだよね。うん。あの、この辺の、なんだっけ、えー、っと、TBD 枠については、誰か知ってる方いますかね、いろいろと。うん。 捨てまくるスケレン。なるほどですね。これはちょっと、捨てまくってたんですね。逆に言うと。うん。ちょっとびっくりしました。うん。もうちょっと遠慮なく使ってほしいですね。なんかね。うん。あの、ぶっちゃけ、アイスタンス、まあ、ペアもちょっと、まあ、ペアはできる、いるからあれですけども、アイスタンス、確かにな、あの、 まあ、シリアの部は、まあ、ちょっとこれから、まだね、ミラノオリンピックはちょっとわかりませんけども、ただまあ、あの、はい、えっと、ジュリアが、ちょっとやっぱり、こう、韓国だったり、中国の選手たちが、やっぱ成長してきてるなと思うんですよね。うん。あの、韓国のジュニアアイスダンサーだったりとか、あの、中国の選手たちも、ペア、アイスダンサース含めて、ちょっとずつ、才能のある選手が出てきたりして、まあ、もちろんね、まだまだ未熟,未熟というか、まあ、あの、これからだと思うんですが、 ちゃんと未来を見据えてるなっていうのを、ジュリーナグランプリで確認できますね。うん。あの、韓国は特にアイスタンスとかも結構他の選手も成長していってる気がするし、ペアも着実にちょっとずつ爆発、あの、爆発を踏んで、踏ませてるなっていうのがあるので、そう考えると、日本も、まあ、ね、ちょ,っとちょっとずつ急ぐ必要があるのかなっていう気はしますけどね。うん。まあ よりも次のオリンピックもちょっと気になるかな。うん。そういうちょっと気もしますよね。うん。マルディンさんどうもです。フィリア、コブくんがここまで見てきたジュニアグランプリの総括感想を話していたね。私もコーチサイド、シングルのみで話してみたい。うん。となると、 えー、中谷ヘッドコーチと三口美保子先生を語らずにはいられない。MF アカデミーのヘッドコーチのところから、中井亜美ちゃんと中田里く君の二人がジュニアグランプリのファイナルの出場を一番乗りで決めたんだからね。すごいですよね。中谷先生はスポーツ科学をメインに勉強されて、それがフルに移管されたコーチでしょ。 うん。それまでのコーチは、現役時代の日本トップ成績を収めたコーチであることが多く、中庭先生がトップ層ではあったが、オリンピアンではない。うん。スポーツ科学からの指導は、ご自分、ご自身が滑れなくても、コーチングができることを実証している。そうだよね。伊藤緑さんも育てた。町子先生だって、現役の時、名前が出るほどじゃなかったし、美保子先生の同期が緑さんだったこともあって、 20歳そこそこでコー上に専念した。うん。そして、美保子先生は、宇野昌磨くんを、銀メダリストに座てあげたんだ。こういうふうに考えていくと、必ずしも現役トップ選手が、名コ打ちではなくなっている時代の変化を感じるね。中山先生に至っては、スポーツ科学を則っ,った、ね、指導法をメインにされているんだ。 もちろん、MF アカデミーは、リオくんのパパの中田生徒コーチが、えー、ジャンプコーチとしてサブコーチもしていてそし選手、組織として選手の育成をしていることも大きいですね。うん。あの、中庭先生は、4回転、ミスター4回転って言われてましたね。あの、うん。で、まあちょっと PCS とかあまりね、伸びにくかったかなと思うんですけども、 あの頃は4回転、あまりやってなかった選手たちが多かった中で4回転やってましたからね。うん。で、えっと、さらに中庭コーチについてはえ、シンジャーちゃんですね、韓国のシンジャーちゃんも教えてたと、教えてるということで、あの、そのシンジャーちゃんも、ジュニアグランプリファイナルの可能性は高いですからね。うん。まあ、おそらく、まあ、あの、ですから、もしかするとかなり中庭先生のところからファイナルに行く選手多いんじゃないかなっていう気がしますよ。うん。 さらにシリアの方では、今年は江川さんも調子がよさそうですし、うんえー、結構、MF アカデミーの選手たち、やっぱり昨年からすごいなと思ってますので、うん、あのどんどんで、男子がね、昨シーズンはちょっとどうかなってあったんですが、今年は中田亮く君がかなり、えー、輝き始めていますので、うん、昨シーズンから予兆があった時はり、今年はそれが花開き始めてますからね。うん まあ、ストークンが、まあ、気にはなるんですけども、うん。まあ、これから、さらに、えー、選手たちは控えてますから、うん。楽しみ、た楽しみですよ。うん。MF アカデミーには川原さんという女性の方がいて、あの先生、シチズンで前を教えてたんですけどもね。うん。あの方もちょっと気になります。うん。まあ、確かに、あのー、 現役のトップ選手が名コーチではなくなってるっていうのは、これは、例えば、あの、すごく現役で活躍をしたからといって、選手を教えられるかあのっていうわけではなくて、うん。やっぱ教えるその才能とかっていうのもちょっと違うらしいですよね。やっぱね、あの、町子先生とかもなんか現役の時はそこまで活躍しなかったんだけど、えー、先生ってやってみたらすごくなんか、えー、あ合っててなんかね、うん、という話があったりとかありますからね。うん。 はい、よろしくお願いします。カブくん、ジュリーナグランプリ、あ大会が大会か,大会,か大会について話さないんですか。中田選手と蛯原選手について話してほしいです。あの、すみません、僕ね、男子まだ僕見てないんですよ。うん。あの、昨日ね、あ今日今ね、女子のフェリーを見,見てて、 え途中までまた見れて,て、スイスのアナスタ,ャアナスタシア選手まで見ててですね、えー、これから女子をまず全部見ていきたいと思います。で、この後、男子を今日見れるか分かんないですが、見てきて、えー、今日月曜日ですから、まあ、月から過ぎて次の手が始まっちゃいますからね、うん、ちょっと急いで見ていきますので、あのその後に話していきたいと思いますね。うん、あのショートについては確か話したかなと思うんですけど、あのフリーあの見終わったら話していきますんで。 ちょっとお待ちくださいという感じで。うん。えー、マルネーさんも言ったで、ね、す。フィギュア、えー、ウエルのレナちゃんを育てている樋口美穂子先生のこと。えー、み子先生は町子先生の人のもとで、えー、現役選手をしていたが、 二十歳の時、町子先生のもとでーチ業を目指した。コーチとして何が必要かというところで、町子先生を見てきて、多分、これをした方が良いとか、町子先生をサポートする立場を踏まえて勉強をしてきたと思う。うん。あでもそれはあるかもですね。あるっていうかすごい大きいと思いますね。確かに。うん。私が驚いたのは、 靴のメンテナンスができること。うん。え研磨はもちろんえ、調整や修理までこなす。えこれは翔まくんの海外試合対応に大きな助けだった。ああ、羨ましいですね。僕もそばに研磨とか、あのス、スケートのその靴を、あの、メンテナンスしてくれる方がいてほしいなって思いました。ずっと思ってましたね。でも、シチズンにいたとき、他の子も言ってました。ずっと。うん。あの、靴をどうにか、あの、してほしいなって。 なんかメンテナンスしてくれる先生とか欲しいなってずっと皆さん言ってましたね。そういえば。うん。だからこれは、あの、マリリンさんのやつにすごく、あの、大きいですよ。本当に。あと、英会話も勉強されたんでしょうね。 え、しくんのマネージャー、通力的なところもこなさなければならないんだからね。他には、まちこ先生、あ、みほこ先生の選曲も特記したいところですね。え、ステファンにも感じるところだが、え、みほこ先生もいろんなジャンルの曲を聴いてるね。確かに。うん。え、しくんの演じてきた曲からそれがわかるよ。え、クラシック、オペラ、ロック、シャンソン、ハウス系、そのあたりが、え、しくんにも言えれてるんだけど、え、次のシーズン、曲に何を持ってくるのかの想像ができないんだよね。 え、美保子先生が町子先生から独立するとき、言っていた言葉に、小さいときから選手をえ育てたいと思った。うん。つまり、明日もおさんの育成に代わり、え、昇馬くんの五輪銀メダルに、を、で、え、育て上げたからの言葉だったと思う。え、昇馬くんも町子先生のクラブを卒業って言っていたね。え、その美保子先生がまた、え、 育ててててたたいい子供って誰って思っ誰思のよ、えー、それで1、2年前から、美穂子先生のクラブの選手に注目をしていたんだけど、すそれが、レ、え、ナ、ー、ちゃんだったっていう、今回確信したね。なるほど。うん。えー、翔馬くんを、えー、育てたけれど、レナちゃんは女子なんだ。そこで思い出した。レナちゃん、さっきの感じとか、桃さんに似てるって。うん。えー、町子、美保子先生は、翔馬くんを成功で、えー、有名だけど、 あの、ま央さんがチコ先生のところにいるまでは美保子先生も育成してるんだよね。え、れなちゃんは、まおさん2世になるかもって今回実感をしたよ。レナさん、トリプルアクセルも練習しているらっしゃるけど、美保子先生はまおさんの育成でトリプルアクセルのノウハウを持っているはずで、本当に楽しみはたまらない。うん。女子も高難度ジャンプ化が進むとそれに適した女子、男子もいるけど身長は低くなるえ傾向にある。 その意味では、島田茂ちゃんや中田中井亜美ちゃんは、ベースな体型であることは間違いない。けどね、私は、アスタモーさんや安藤美紀さんくらいの身長、163センチくらいの美しい演技と、コーナーのジャンプをこなす選手を、また見たくなっているこの頃なんですよ。レナちゃんにその姿を期待しちゃう。うん。あー、でもなるほど。美穂子先生、あのー、なんだっけ、ベーズの選手を、あのー、 個人的に教えていきたいっていう、そういったあれも強くて、独立があったのかなっていうのを一部あるかもわかりませんね、確かにね。うん。確かになって思っちゃいましたね。やっぱり自分が立て上げた選手を、ね、うん。確かになるほど。うん。 ジミー・デイさん、よろしくお願いしますえ。ジュニアのファイナル6人ですよねえ。ミンデ選手は入る確率は高いよ。優勝は人かないと。うん。ミンディっぱ入る可能性は高いでしょうかね。うん。ねあ、あの、ということなんで。まあ、あの、まあ、確実、まだ確実なはないんですが、まあ、あの、でも入る可能性は高い感じでしょうかね。うんえ。テテさん、よろしくお願いします。カムさん、こんにちは。お忙しいと思いますが、時間ができたら、 えー、ゆうまくんのロンバルディアのフリーを見てもらえたら嬉しいです。うん。本当はあれなんでしょうけど、YouTube にアップされています。え、かぶさんの関数は聞ければなと思います。うん。四回転等がダブル等、あ、なるほど。 また一つコンボが足りないこともありましたが、それ以上に内容報告で、スピンステップレベル4はさすがです。解除のボルテージも後半につれて上がっていき、あの終盤のスピンでは大きな歓声が上がっていました。この前のコメントにも書きましたが、課題はまだまだありますね。少しずつレベルを戻していければと思っています。うん。なるほど。あの、ちょっと4回転とダブル、と、なるほどですね。ちょっと見ていきますね。 あの、今日ね、頑張れば見れると思います。ってか、今日見ないと、あの、本当に時間も押してるんで、ちょっと見てきたりしていくんですけども、確認していきますね。うん。あ、でも、アイスパーサーさんからも、うん。鍵山選手、フリーとても良かったです。えー、競技を忘れるくらい、えー、演技のゾーンに入ってました。うん。宇野選手と、さらに、えーだ、宇野選手と、さらに騙される、黙らせるオーラがあるね。日本選手みんなすごい。あ、なるほど、確かに。宇野くんは、 あのすごすぎて黙らせるオーラあるかもしんない確かに、うん、うわーっていう歓声をするっていうよりはなんかこう見入っちゃって声出せなかったりすることあるかもしれないですねうんこの宇野くんのやっぱりこう昔から僕が言っている引き込む力ですねうんそれがやっぱりあるのかもしれないですねはいというわけでありがとうございます